こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。KF ネプチューン前に行きそうです。レディープロスパーそれに続いています。さらにはシンフォニーキネマ12番朝日ダンサー、その後ろマジックレグルス後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。前に戻りましょう。先手を取ったのは KF ネプチューン、少し開いてダンディグレース、すぐ後ろにツインウィーク、その隣にブラシャトル、その外にレディープロスパー、その外からフラワーブリーズ、カワチソレイユ、後ろからになりました。その外からプライムクラフト、ピンクの帽子、シンフォニーキネマ、その後ろすぐ隣にブルーニース、内からはハーモニー4、オレンジの帽子、クロスアロマ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として KF ネプチューン、朝日ダンサー、ほとんど差がありません。ダンディグレース3番手カワチソレイユ、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ先頭は KF ネプチューン、さあ直線に入りました。これからの勝負、 KF ネプチューン先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 KF ネプチューン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にカワチソレイユ、 KF ネプチューン、カワチソレイユ1着、2着にはどうやら KF ネプチューン、勝ったのはカワチソレイユ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってメジロメドレー、メジロメドレー先頭、あと 200m、 メジロメドレー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドマイヤメガト差し切った、アドマイヤメガトもう一伸び、アドマイヤメガト、アドマイヤメガト1着、2着は微妙です。1番人気に応えました、アドマイヤメガト見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったサイチコンコルド、サイチコンコルド先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はシナタリー、サイチコンコルド先頭だ。サイチコンコルド今ゴールイン、段違いの強さです。サイチコンコルド1着、2着はシナタリー、これは物が違う。サイチコンコルド4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った川内立て男、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。北斗部が迫る、川内立て男粘る、川内立て男、川内立て男1着、2着にはどうやら北斗部が、川内立て男見事な勝利です。
します。